ドリアン・ローレンス・フィニー・スミスは、アメリカ合衆国バージニア州ポーツマス出身のプロバスケットボール選手。身長203センチメートル、体重100キログラムで、ポジションはスモールフォワード。NBA のダラス・マーベリックスに所属している。2016年ドラフト外で、ダラス・マーベリックスと7月8日に契約し、サマーリーグに参加した。引き続きトーレーニングキャンプ。 プレシーズンゲームを経て、開幕ロースターに残ることができた。開幕から多くの出場時間を得ることはなかったが、11月6日のミルウォーキーバックス戦に31分出場を果たし、5得点、3リバウンド、3スティール、1ブロックの記録を残し、オーバータイムのほとんどをプレーし86から75での勝利に貢献した。2日後、 初の先発出場では5得点を記録し、ロサンゼルスレーカーズに勝利した。12月9日のインディアナペーサーズ戦で、キャリアハイとなる12得点、8リバウンドを記録し、勝利した。12月12日のデンバーナゲッツ戦で、キャリアハイ更新の13得点9リバウンドを記録し、さらに12月18日のサクラメントキングス戦で、 チーム最高の17得点を挙げ、キャリアハイを更新した。ありがとうございます。